はい、バイルズアギャラリー小林と小林と申します。今日は木星漆器についてご説明をさせていただきたいと思います。皆さん、木星漆器っていうと扱いが難しいんじゃないかなとか、怖いなっていう方が結構いらっしゃるんですけれども、実はポイントだけを押さえていただければそれほど難しいものでもないので、今日ちょっとご説明をさせていただきます。まずこういった木星の漆器、一番よくある質問が、どれぐらいの厚いものまでいいですかっていうようなご質問があるんですけれども、もともとその漆は熱にある程度強い、ものですので、だいたい飲み頃の70度前後のお湯であれば、お味噌汁とかそういうものであれば全く問題ございません。ただし、ぐつぐつ煮えたぎったようなものを入れますと、この、中がですね、変色してしまったり、から劣化が早くなったりということがありますので、それだけご注意していただければと思います。はい。あとは、入れてはいけないものは、電子レンジ、それからオーブン、あと冷蔵庫ですね。あと、表示がないものに関しては食洗機もダメなんですね。で、実はこれ食洗機対応の、木製のお椀なんですけれども、こういったものはできているんですが、どうしてもね、やっぱ劣化が進んでしまうんですね。ですので、そういう表示が、食洗機対応という表示があっても、できましたら手洗いしていただきますと長く使えますね。はい。それだけ守っていただければと思います。次に、洗い方なんですが、これは簡単で、普通のスポンジに、中性洗剤、いつも使っていただいている中性洗剤をつけて、優しく洗っていただければ問題ございません。ただたわしとかですね、クレンザーみたいな研磨剤が入っているものだけは避けていただければと思います。で、一点重要なポイントはですね、水の中に長時間つけておきますと、これ木でできてますので、膨張してしまう、水を吸ってしまうんですね。ですので、スポンジとかで洗っていただければ、その後すぐ拭いていただければいいんですけれども、水の中にしばらくつけ置き洗いみたいなことをされますと、あまり良くないということですね。それだけ避けていただければと思います。次は収納方法ですが、これは冷暗所、一番湿気が苦手なのは直射日光ですね。そしてストーブとかファンヒーターとかエアコンのすぐ近くで熱による乾燥っていうのが良くないですので、涼しくて、暗いところに収納していただければと思います。はい。そんなところですね。注意していただく部分に関しては、木製漆器やっぱりいい部分がたくさんありますので、次回その良さについてご説明をさせていただきたいと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。小林と岐阜市や長瀬、すぐ近くにございます。オンラインショップもございますので、ぜひ遊びにお越しいただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。